岡本一郎は日本の指揮者、リュート奏者。日本初の古楽アンサンブルであるダンスリールネサンス合奏団のリーダーとしても知られる。1935年に大阪で生まれる関西学院大学経済学部ギリシャ国立音楽院卒。1972年にダンスリールネサンス合奏団を結成し、当時はまだ日本ではほとんど聞かれることのなかった。 小楽器を用いての中世西,西洋音楽、ルネサンス音楽の演奏活動を開始。日本における中世、ルネサンス音楽の先駆者として、現在に至るまで第一線で活躍している。1982年には、ダンスリールネサンスが相談として、東京の中日フランス大使館において、昭和天皇も出席したミッテラン大統領主催の陶霊版参会に招かれ、 午前演奏を行った。妻はフランス人の画家でデザイナーのマリボン・ヌナジェル、岡本。ダンスリールネサンス合奏団にコーディネーターとして参加し、ジャケットデザインなども手掛ける。文下生にはギタリストの藤井慎吾、藤井慶吾、竜ト奏者の佐野健治、野入り静子らがいる。総愛大学講師、同志社女子大学講師を歴任。 現在関西学院大学マンドリンクラブ技術顧問。1995年1月17日の阪神、淡路大震災では、兵庫県西宮市二川の自宅が被災した。ありがとうございます。